今回はですね、漢方を見ていてちょっと気になったことがあったので少しご紹介したいと思います。気になったというのはですね、宮城県岩沼市内で発見された、2件の高齢死亡人なんですけども、まず1つ目は国道4号線の下り車線上に骨が多数入った段ボール箱が置いてあったというものでして、そして2つ目が、2005年にこちらも宮城県岩沼市で発見された年齢が10代前半とみられる女性高齢死亡人の情報でして、とりあえずまず1つ目の4号国道上で発見された人骨についてなんですけども、こちらは平成25年、ですから2013年ですねの8月26日午後3時48分ごろ、宮城県岩沼市の、国道4号線の下り車線道路上において段ボール箱内に人骨67片と、木片を4片をが入っているのを発見したと。これを拾得物として、保管期限が終了したことから岩沼警察署から引き受けて身元不明のため、火葬して遺骨は保管してありますよということなんですね。でこちらの人骨は本籍も住所も氏名も年齢不詳で、おそらく昭和初期の人骨ではないかということですね。骨の数からすると、おそらく1人分の骨なんでしょうけど、なぜ道路上にあったのかということと、これは故意に置かれたものか、はたまた落としてしまったものなのかとか、あとは段ボールの中にどんな感じで入っていたのかとかね、例えばもうそのまま段ボールの中に直に入れられていたのか、それとも骨壺なんかがあったのかとか、などなどちょっと気になってはしまいますが、なんとなく想像すると事件性はないような感じはしますよね。はい、そして続きまして2つ目の高齢死亡人ですが、こちらの、年齢が10代前半とみられる女性だということですね。この女性は、2005年10月14日午後9時ごろ、宮城県岩沼市の阿武隈川にて頭蓋骨だけが発見されていたと。で死後10年程度経っていて死亡場所とか死因は不明だということですね。でこちらも身元不明のため遺体は、岩沼市の方で2006年に火葬に伏して遺骨を安置していますよということですね。でやっぱこれ注目するところはやはり10代前半の女性というところになると思うんですけども、死後10年ということは、発見されたのが2005年ですので、単純にマイナス10で1995年に頃に亡くなったということになりますね。そして年齢が10代前半ということですので、だいたい10代前半というと10歳から14歳くらいかなと。そして10歳から14歳となると生まれが1981年から1985年の生まれの人が当てはまるかと思います。で死後10年、だいたい10年ということだと思うので、死後8年から12年くらいまで幅を持たせた場合、こちらの表のようになりまして、
はい、で、まあ、岩沼市周辺で若い女性が行方不明となっている事案ということですと、あの川崎町の渋谷美希ちゃんが思い出されると思うんですよね。まあ、若い女性といっても本当にまだ女児ですけども、まあ、美希ちゃんはまあ1980年生まれなので、表をご覧になっていただくと分かる通り、まあ、一応該当はします。まああともう一つの可能性として、年代的に石井舞ちゃんも該当するのではないかと思います。まあ、少し場所的には離れておりますが、まあ、郡山から福島、そして岩沼へと、まあ、阿武隈川はつながっておりますので、まあ、そのことを考えればありえなくもないかなと。まあ、もちろんですね、石井舞ちゃんについては私自身が追っている事件ですので、まあ、こじつけがましいところはありますけども、まあ、この死後10年前後で、例えば年齢12歳前後としてすると、まあ、こんな表の感じになって当てはまってしまいますよね。まあ、ただあくまで一つの推論ですので、ミキちゃん同様どこかで生きていてほしいと心からは願っておりますので、まあ、まあこんなことは絶対嫌なんですけども、まあいずれにしても、まあいなくなってから少しの間、まあどこかにいたということになるんですけども、まあそもそもですね、これ10代前半の少女がいなくなったというのならば、まあ、普通に考えれば誰かしら心当たりがあるのではないかなとも単純に思ったりもするんですけども、そのあたりはどうなんでしょうか。まあ、届け出がされているんだけども身元を割り出せないだけというケースもあるのかもしれませんし、まあ、毎年ですね、まあ、よく数百人とか数千人のミッシングチルドレンがいるとかよく言われるくらいですから、もしかすると決して珍しいケースではないかもしれませんけども、まあとにかく、まあはい、今回はですね、まあ、気になる考慮死亡人ということで、まあ、この2つの事案をご紹介させていただきました。